はいどうも、百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。ハンガーラック組み立て式、価格が税込み770円の商品ですね。よくある組み立て式のハンガーラックなんですけど、こちらがね、まあ、770円っていう価格でダイソーさんの方で販売されておりました。以前にね、キャンドゥさんの方でこういった似たようなやつ、武田コーポレーションさんから出てるハンガーラックとかをね、紹介したことはあるんですけども、今回はもうちょっとそれに比べるとちょっと作りはシンプルですけども、こちらにあるようにね、下に、まあ、物を置く、まあ、ちょっとした台がついたような形のスペースと、上にハンガーを引っ掛けるための、まあ、ラック、こういった形のね、ハンガーラック770円で購入できるので、これからの新生活に向けて一人暮らしするとかの場合にはちょうどいいサイズ感ではないかなというふうには思う商品ですね。耐荷重約6キロまでいけるので、まあそれなりにね、服をかけておくっていうことは問題ないかなと思います。でサイズですけど、横幅が約 74.5 センチ、高さが約156センチと、まあそれなりの大きさがあります。で幅がこの下のね、幅 41.5 センチという形なので、シンプルなデザインでスペース活用ということで、はい、本当にすごい作りはシンプルですけども、まあ、一人暮らしとかね、一人分の服をかけておくとかには十分使えるものかなと思います。で簡単にね、組み立て式ですし、まあ、下にね、こういう風に移動できるようにローラーもついてて、高さもあるんでロングコートとかでも問題なくかけれるということなので、社会人1年生とかのね方にも、スーツとか上に羽織るコートとかかけるにも問題ないし、大学生の一人暮らしとかでも、一人用だったらね、 T シャツかけておくとかにも使えるんで、770円という価格から考えたら、もう全然こだわらなければね、すごくコスパのいい商品じゃないかなと思います。キャンドゥさんで売ってたやつもね、作りはまあまあそこそこ良かったんですけど、簡単で、まあ、値段は1000円超えてたんで、この価格帯のものでダイソーさんの方にも売ってましたんで、今回はこちら組み立てて、どんな商品か見ていこうと思います。中開けましたら、説明書がまず一つ入ってまして、ここに部品の個数も書いてあるんですけども、まずね、 A の部品が5本、このポールですね、これはね結構硬い、これ何ですかね、素材が多分スチール製なのかなっていう金属の棒。これがね、まず5本。で、次がこちら B が2本ってなってて、こっちもスチール製のね、ちょっと細めの、さっきのものに比べると細いポールが2本。次 C、これが土台の足ですね。この部分、足の部分が2本。あ、2個。あとジョイント、これが D。まあ番号、こちらも D って書いてあります。で、あと E、これもジョイント部分ですかね。端の部分か。これが2個。で、あと、下足の部分のね、このローラーというかコマ。これが4つ。これが内容物になってますね。で、あとはもうこちらに組み立て方法を書いてあるので、この通りに差し込んでいくだけ。ね、説明書もう挿すだけなんで、簡単かなと思います。では、こちら組み立てていきたいと思います。完成しました。ちょっと大きいんで、ね、かなり高さありますか。156ぐらい高さがあるということなんで、大きめですけども。僕自身180センチ身長あるので、これぐらいの高さにはなります。ローラーもね、ちゃんと下ついてまして、ここ足元ロックがついてるので、一応なかったらこう普通に動く。ここ下のロックを、まあ、これちょっとこっち側につけたんで、まあ、付け方はね、それぞれいるかなとは思うんですけど、こうすると一応こっち側は動かないんで、まあそんなにグラグラすることはないかなと。作業服とかもね、こうやってかけておけるんで、1着かけるとこんな感じですんで、まあ隙間上げても5、6着はかけれるかと思います。まあ、サイズ感こんな感じです。組み立てもね、簡単ですけど、まあこういうジョイントのこの辺りのね、差し込みがちょっと硬いかなという、ここでちょっと苦労するかなとは思うんですけど、まあある程度上から叩いてあげれば、まあゴムハンマーとかで家にあったら軽く叩いてあげたら普通に差し込みは簡単にできるかなというふうに思います。いかがでしょうか、こちらのハンガー。まあ下もね、ここに多少物は置けるので、まあ、板など引いてあげれば
何でも乗っけれるかなというふうに思います。一応寸法ですけど、この幅ですね、ここがね、この幅でだいたい20センチあります。だまあ20センチより大きめの板で、内寸がここの幅でね、だいたい約68センチありますんで、まあそのぐらいの板とか、まあ箱とか置いてあげる分にはここに入りますので問題ないかなというところですね。まあ引っ掛けるまでのこのサイズ感、ポールのね、この幅、この間の幅が、これが約147センチですね。だからうちの内径もそれぐらいの寸法あるので、まあ147センチ、140センチぐらいまでのコートなら、まあ問題なく掛けれるかなというところになります。価格的にはお安く準備できるハンガーラックかなと思いますんで、こちらの方気になる方はダイソーの方ちょっと探してみてください。今ならアプリでね、お近くのダイソーさんの、在庫状況とかも見れますので、アプリ登録していただいて、まあ、ダイソーの方でね、ハンガーラックと検索したら在庫状況を検索できると思いますので、そちらもご活用していただいたらいいのかなと思います。僕はもう今ほとんどお店に行く前にまずチェックしてから行くようにしているので、在庫のね、連携ができてない店舗も近くにいくつかあるんで、そこはまあ見に行ったりはしますけども、連携できてるお店はまず探してる商品に関しては在庫状況を確認してお店の方を訪れるようにしているので、すごく便利になりました。こちらの方も気になる方はチェックしてみてください。一応ハンガーラックのね、バーコードのジャンコードですね、ハンガーラックのね、ジャンコードはこちらになります。気になる方はダイソーの方チェックしてみてください。ということで、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。